み放題のバー、24時間使用可能なカジノ、美味しいご飯が食べ放題のビュッフェ、おー、いいね、豪華なプール、3階建てで、全室、オーシャンビュー、カチャ。え？何これ？はい。ということで今日はね、善一くん、僕が呼び出しといてなんだけども、今日は僕から素敵な招待状があるでごやんすよ。マキから招待状？なんだそれ。そう。善一が買い物に行ってる間に素晴らしいものを作っといたから、こっちおいで、こっちおいで、お嬢ちゃん。マキがなんか作ったの？そう。こっちへ。さあ、こちらへ。良い子はこちら。あ、こちらへどうぞ。あ、お客さん。お客さん？あ、お客さんじゃ、あとお友達。はい。船に乗って。見える？目の前に広がる夢の世界。すごいでしょう。すごくない？ローマ一日してならずだけど、ローマ一日してなるんです。僕が証明した。素晴らしい。何これ、マイキー？日本を代表する高級会員クラブです。どうだったっけ？うん。ストップ！なになになに？ダメ！ん？戻って戻ってダメ！逮捕されるよ。戻って。この扉、この先に進むにもね、契約が必要なんです。契約？そう、会員制にしてみたんでござんす。あなたみたいな素敵な男性、とっておきな会員制にしております。だから変な人入ってこないんで、選ばれし者だけが入れるでござんし。え、じゃあその会員にならないとこの中入れない？何これ、そういうことです。すごいでしょ。うん、買い立てでかいなこれ。興味ございますか？うん、なんか見てみたい。なんか見てください、こちら会員制のクラブの契約書です。はい、お読みになってください。特典がこちら。24時間飲み放題のバー、24時間使用可能なカジノ、美味しいご飯が食べ放題のビュッフェ、おー、いいね、豪華なプール、3階建てで全室オーシャンビュー、敷地内のものは何でも自由に使ってほしい、返金不可。そうです、全部使い放題です。ダイヤ100個、高くない？高いけど良さそうだと思いませんか？善一さんのような素敵な方にぜひとも買いになっていただきたいのです。あ、一度返していただいて。はい、はい、どうです、興味はございますか？まあ良さそうだね。ちょっとね、ちょうどねバカンスしたかったしね、僕こういうのいいね、大人の気分が味わえるし。ただね、高いな、マイキー。100個僕払えないし。高いと思いますけども、まあその感覚は素晴らしいです。うんうん、さすが僕の見込んだ男だ。そうですね、疲れてますもんね、毎日投稿 YouTuber。 うん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 、僕あなたみたいな人を応援してるんです。受験生とあなたのような頑張る人を応援してます。マイジェシスターズのマイキーです。あ、今、いいよ、気にしないよ。とにかく、誰でも入れてしまったら意味がないので、値段は高めの第100個にしておりますけども。100個払えないですか？払えないよ、持ってないもん。え？お待ちください。帰ろうかな。待ってください。いや！お兄さん、落ち着いて。期間限定でガヤ50個はどうです？ 50 個で結構です。お疲れの前座でぜひ利用していただいて、最後の時間を過ごしていただきたいのです。日々の疲れを癒していただきたくございます。まだマキー、僕50個持ってないや。残念。この中見たいけど、僕別にバカンスはしたいけど、高級じゃなくていいや。そこら辺の海辺で寝転がって。なるほど。ちょ、待ってください。おいくらだったら出せますか？僕3個しか持ってないんだよね、マキー。3個じゃ無理だよね。正直、本当は割引しないんですけども、ちょっとお待ちください。計算しますね。そうだなぁ。今計算しました。おう、こちらでいきましょう。特別です。こちらでどうですか？ダイヤ3個で。え、ダイヤ3個でいいの？マイキー、はい、絶対のご満足いただけると思いますよ。本当はいつも値引きしないんですけども、特別です。他のお客様には内緒で。本当に正直赤字でございます。うわ、持ってけ泥棒って感じですね。え、いいの？マイキー、本当に？はい、満足。どうです？え、じゃあダイヤ3個だったらいいよ。あら、じゃあよければ署名をしていただけれますかね。署名すればいいの？いいよ。ありがとうございます。はあ、はい、あ、ありがとうございます。ではこちらの方でしっかりと保管させていただきますので。あ、ダイヤさんごいただいていいですか？はい、 ありがとうございます、ありがとうございます。いや、ありがとうございます。契約成立ですね。じゃあ、よければ早速見ていかれますか？後日にします。あ、なんか入る入る、せっかくだし。いいの？もう僕は会員権持ってるからいいの？もちろんです、もちろんです。あ、ちょっとさ、扉開けさせていただきます。あ、まあいいやいいや。先に、わあ、お客さん、僕開けさせていただきます。ごゆっくり。なんかすごい豪華だな。左右の扉選んでいただいて。え、どっちがいいのかな？よく悩んでから入っていただいて。青か緑。僕リラックスしたいから緑にしようかな。なんかグリーンな気分。ガチャ。え、何これ。飲み放題のバーって牛乳なの？しかもご飯パンしかないじゃん。え、これプールのつもりなのかな。なんだこれ、ただのため池にしか見えないな。カジノないし。え、マイクオフにしました。見てください、このハリボテ。え、ハリボテじゃん。3階までないし。なんだったんだあれ、本当にハリボテだったんだ。これ完全に騙されましたね。ちょっとマイキーに返品してもらおうかな。マイキー、
マイキー。はい、はいはいはい。お客様、どうしました？マイキー、これ聞いてたのと話違うんだけど。話が違うと言われましてもね。今からそちら向かいましょうか？大丈夫ですか？来てよ。しょうがないですね。うい、これバーなの？はい、24時間好きなだけ牛乳飲んで、あー、こちらビュッフェとなってますね。焼きたて、まあ、まあそうですね、コンビニで買ってきたパンが。ねえ、これ顔置いてあるだけじゃん、マイキー。これパン、まあいいや。でもさ、だから24時間食べ放題ですし、はい、まあまあまあ。で、これプール？あー、そちらプールですね。プールです、プールでですね、日々手入れはしてます、してます。で、オーシャンビュー、この海の匂い贅沢でしょう。贅沢でも。で、こちら珍獣ですね、世にも珍しい豚さんでございます。珍獣でもなんでもないでしょ、豚は。何かご不便ってあります？カジノは、カジノ、カジノないじゃん。あー、カジノ、こちらですね、麻雀とトランプ置いとくので、ぜひね、こちらで楽しんでいただいて、何か他にご不明でなければごゆっくり使っていただいて。うーん、3階は、え、3階もないじゃん、マイキー。3階たち、3階はまあサービスしといたつもりなんですけどね、割と。1階がここですね、1階。今そちら前室がいるとこは2階ですね。は、え、3階は、3階こちらですね。はい、今2階です、1階です。素晴らしいサービスでしょ。いやー、ご満足いただけてそうでよかったです。あ、もしかしてこっちが 1,2,3 階に見えました？見えた。もう表から見ると実は3階になってるんですよ。ガラスも窓もありますしね。だから騙してはいませんのでご安心くださいね。 1,2,3 階、何回数えてもちゃんと3階ありますでしょ。じゃあその辺で、私はちょっと出かけてこようかなと思うんですけど。まあいいや。うん、ダイヤさん、うん、なんか腑に落ちないな。マイキーを信じた僕がバカだったかもしれないな。まあでもダイヤ3個分は楽しんで帰ろうかな。そうですよ、ゆっくり楽しんでいただいて。うん、じゃあ私ちょっと取り、言いづらいんですけども、ちょっと、なんか儲かっちゃってて最近。かも、お客さんが、かもって言い方失礼ですね。お客さん、お客さんだ、そう。お客さんが。まあ、こっから先、何回も言いますけども、この、こっから先ですね。この壁ですね、言っちゃえば。この壁の先は好きなだけ使っていただいて結構ですので。はい。ごゆっくり楽しんでいただければと思います。こっから先は僕の自由にしていいの？もう自由です。もう誰も文句言いません。あなた立派な有料会員なのでございますから。では、私は、ちょっとポルシェとかでも見てこようかなと思います。なるほどね、マッキー。人から騙したお金で豪遊か。まあいいや。まあとりあえず、プールで遊ぼう。パンも食べ放題だし。なんだこれ。マッキー、なんか変なのあるけど、プールの中に。いや、なんでもないや。なんか、プールの中に変なものを発見しました。そう、なんかさっきマッキー、ここから出てきてきた気がするけど、これもしかして。あ、これもしかして管理人っすか。あ、僕のダイヤモンドがある。マイキーに騙されたし、もらっちゃうか迷うけれども、どうしよう。あ、待って、でも、さっき、あそこの壁よりこっち側のものは全部僕が自由に使っていったから、あ、壁よりこっち側じゃん。ってことで、これ僕もらっちゃおう、これ。オッケー。これでマイキーに対するね、もうわだかまりもないな。ちゃんと返してもらったし、オッケー。よし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 。マイキー。はい、今から戻りますよ。ちょっとローン組んできました。ローン？はい。儲かっちゃって最近実は。牛乳ももらっちゃおう。ああ、どうぞどうぞ。使い放題な、その壁の向こう側は、入り口の向こう側は全てあなたのものです。ありがとう、マイキー。いえいえ。なんか僕帰るわ。おお、満足していただけたようで。うん、満足。帰るわ、マイキー。よし。ではまた遊びに来てくださいね。マイキー、ダイヤありがとう。何をおっしゃってるんですか。ダイヤはサービスに含まれてませんけども。3個あったからもらっちゃった。ありがとう、マイキー。3、牛乳ももらったし、パンももらったから、僕プラスター、牛乳とパン代、パンと牛乳はいいでございます。もしかしてだけど、もしかしてだけど、盗んだ？盗んでない。うわ、なくなってる。まずいですよ、善一さん。泥棒はまずい。善一さん失望しましたよ。善一さん、ルールも破るんですか。最低な亀。いや、人間のすることですよ、マッキー。そんなことない。だって契約書に書いてあったもん。まあ、そもそもマッキー来てよ、はい、書いてありません。こっち来てよ、はい、マッキー。そもそも敷地内、ここの中のものは僕が順に使っていいんだよね。はい、ここ見てみ。ほら、宝物はこの敷地内にあるの、マッキー。管理人室の宝箱だから、僕がもらっていいの、このダイヤ。僕が自由にしていたの。もらっていいなんて書いてないですよ。わかりました、これ敷地内並びましたけど、そんなこと僕は言ってません。かけてもいいです、すべてをかけましょう。言ったよ、契約書にも書いてあったし。契約書に人のもの取っていいなんて書いてないでしょ。人のものだって自由にしていいって書いてあったよ。え、敷地内のものは。ねえ、いや、もう燃やした。ねえ、言ってないです。言ったよ、書いてあったよ。マイキー、ずるいずるい。証拠は書いてないもん。マイキー、さっき全部書けるって言ったから、ちょうだいよ、全部。マイキーの今まで儲けたお金。わかった、
もう男らしくいいよ、全部譲るこの建物だから。ダイヤちょうだい。なんでよ、もう全部あげる。しかもこんな建物いらないし、だもういらない、ないの、いらないって言ったね。じゃあ僕のもの、いらないよこんなの。時のカモが来るまで頑張ろう。じゃあチャラにしてあげる。なしでいいよ、契約破棄で。まあいいよ、じゃあダイヤ僕もらったし、牛乳もらったからいいや。マイキーってもこの建物でもうこれ以上悪さはしてやめてよ。頑張ろう、お客さんじゃない人書いて。シッシッ、分かって、まあいいや。シッシッということで、まあ今日はこんな感じかな。マッキーもう悪さはやめなよってことで、バイバイ。よーし、頑張ろうっと、頑張ります、僕頑張る、よーし。